あの閉会の言葉は先ほど私のつい最近の経験で、えー、熱く語りました語らせていただきましたけどもあのうんやっぱり皆さんがご自分の健康はご自分であの判断されてご自分でお決めになるという時代ですので我々はそれをお手伝いさせていただくと。 そう,いうためそういう時代でになっていると思います。そのために我々はいろんな形でご協力していますし、それから電子カルテというのも一つ、ただ効率よく記録を残すというだけじゃなくてで、IT 情報があれば、電子カルテがあれば、ご自分の状態を把握しやすいということが一番大きなきっかけ、あの電子カルテの原因理由だろうというふうに私は思っています。 皆さんが医療情報を学ばれる知る判断されるということで、えー、我々は協力させていただくということでこういう会を続けていければというふうに思いますので今日はどうもご参加ありがとうございました小西先生ありがとうございましたご参加いただいた皆様ありがとうございましたえ今日の様子はこちらのキャンサーチャンネルで、えー、およそ1週間ほどいたしましたら見られるようになりますのでぜひ、えー、お知り合いの皆さんと共有いただければと思います それでは以上をもちましてこのセミナーを終わりたいと思います。お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。